私もそうですよ。本当にね、本当にその正しい仏法に出会うとね、そのことのためで動くことがね、ものすごいこのありがたい。もうそれだけで歓喜が出るんだね。でプラスそういうことで正しく動いてるとね、後々必ずいいことが起きてくるってことを体験的に知ってるわけですよ、みんな。なので、こういう活動に自分の休日を割いてどうのこうの自体のね、その手間を感じないわけさ。あとの見返り、まあ見返りって言ったらおかしいけど、まあざっくりちゃんと言えば功徳というものを感じれるからね。だから、でむしろ、しかもそれもね、もともと検証会のガチの人だったから。そりゃあ燃えますよ、バーンって気がついてくださいよっていうことですよ。